松潤さん、カンフーについていろいろと話が合いそうですよね。で、今回の動画はカンフーの話じゃないんですけども、これ見てください。懐かしの自動販売機を特集した雑誌なんですよ。これがね、1200円で Amazon で売られてましたんで、メルカリで買いました。メルカリだとね、若干安くって900円ぐらいで手に入ったんですよね。多分読み飽きた人が出したんでしょうね。で、私はこれをね、今回松潤さんのもつ煮込みの動画を見ながらこうやって眺めてみたんですけども、もつ煮込みのね、自動販売機はね、ここにはちょっと出てないですよね。でもなんかこう懐かしい自動販売機がこういう風にちらっと出てますね。この巨人のカレーとかね、で、そばうどんっていうのは今でもありますよね。で、かき氷、これね、私の家の近くのね、あれです、スーパーにありましたね。で、さまざま自販機があるわけですけども、どれもなんか魅力的じゃないですか。憧れていて、あの自販機からあれが食べたかったな、飲みたかったなっていうのを、今ね、今だったら気軽にできるんですけども、当時は少年時代ですからお金がないわけですよ。で、今自分がお金を払えるようになった時には、なぜかね、自動販売機の方がないという形でございます。この皮肉っていうのは、例えばマジンガー Z の超合金を買って遊んでいたら、なぜかね、ロケットパンチがなくなって、で、パンチのところがタンスの裏から出てきた頃には本体がなくなってみたいなね、そんな皮肉をね、思い出すわけですけども、さあ、日本全国津々浦々いろんなね、自動販売機があるもんです。こうやってね、廃墟ホテルみたいなところにもありますし、ドライブインみたいなところにもありますしね、長崎にもあるんじゃないですか。ということでね、今回はね、こういうふうに全国の自動販売機コーナーを特集してる雑誌なんですよね。雑誌というかムックなんですかね。で、面白いのがね、これね、地図が載ってるんですよ。どっかだったかな、これ全国各地に点在する自動販売機の数々がこうやってね、網羅されているんですよね。これを見ると、西日本、とりわけ中四国に多いみたいです。近畿から中四国、まあ中国地区ですよね。特に山陰とか山陽って言われるところにはものすごく分布しているのがこれでわかるんじゃないかなと思います。で、残念ながら松潤さんのいらっしゃる九州地区、長崎にはほとんどなくって、ここの鹿児島にポツンとあるぐらいですかね。なるほどね。だから、あとはコカ・コーラとか大道さんのキリンさんとかのね、まあ、真っ当な自販機がポツンとあるぐらいなんだと思います。真っ当な自販機っていうと、まあ、まるでね、真っ当じゃない自動販売機があるような気がしますけども、私の言うね、真っ当でない自動販売機っていうのは、珍しくて魅力的なって意味ですよね。こういうふうな丼が出てきたりするやつとかね、結構手間がかかって利益が少ないよみたいな。カップヌードルの自動販売機も割とまともな方に分類されます。でも中にはね、こうやってね、ハンバーガーの自動販売機とかあったりするわけですよ。すごいですよね。この自販機コーナーなんてのは、なんかその居抜きの廃墟を改造してね、作ったみたいな感じで、結構雰囲気ありますよね。あの走り屋さんが溜まったりとか、なんか暴走族がここに溜まったりみたいな雰囲気があるようなないようなんですけども、今走り屋さんも暴走族もほとんどね、壊滅状態ということで、ある日ね、私聞いたんですけども、暴走族なんで辞めたんですかっていうふうに元暴走族の方に聞いたんですよ。大体はもう年齢が来たからとかね、結婚を機会にみたいなことがあったりするわけなんですけども、そのボーダーが大体18歳ぐらいになってるんですよね。18歳を過ぎて暴走族やるもんでもないよみたいな、大体中学高校で卒業だみたいなことを言うんですけども、最近はですね、暴走族辞めた理由がガソリン代が払えないとか、このバイクじゃガソリンを入れてくれるところがないとかね、修理をしてくれる工場がないとかね、そんな切実な理由で暴走族を辞めて改造車をね、元通りにしたりとかね、バイクを手放したりとか、それから髪の毛をパッと切ってね、いろんな染めている髪の毛をやめてバイトに精を出したりとかみたいなんですよね。昔はね、コンビニとかガソリンスタンドって大体そういったちょっとね、暴走族崩れみたいなのがいたりとかもあったかもしれませんけども、最近はそうですね、なんか社会的風潮からしてなかなか暴走族さんも出てこれなくなったのかなと思います。走り屋もあんまりいなくなりましたよね。まあ、スーパーカーがあんまり新発売されてないですしね。当時スープラとかね、レビンとかね、トレノとか、それからシルビアみたいなのが出てましたけども、最近あの1980年代の車って結構値段が上がってるんですよ。それこそね、あのセルシオなんていうのは今ね、30万前後でもバンバン手に入っちゃうんですよ。安いんですよ。でも当時のシルビアとかトレノっていうのは今ね、200万300万フェアレディ Z もね、Z34 っていうのは昨日見たら69万で近所に出てたんですけども、でも33の、フェアレディ Z ね、あ
れはね200万前後するんですよね。しかも台数がすごい少ないんですよ、うん、赤いフェアレディ Z なんてねちょっと憧れたもんですけども、今34の新しい方の方がどっちかっていうと市場ではあまり求められてないみたいなね、そんな皮肉もあります。で私は最近検索してねセドリックとかグルリオみたいな車も見てるんですけども、いわゆる当時のちょっと頑張ってる系ですか、いかつい系の車なんですけども、まあ状態がいいのがほとんどないですね。当然ですよねまあ走りまくっちゃってね15万キロみたいなのがあったりするわけですけども、それでも車の弾が少ないですから、車がね多少壊れていても結構な高値で取引されてるみたいです。まあ思い出せばキリがないのが昭和世代というものでございますけども、必ずしも私もね暴走族やそういった走り屋さんがまた出てくればいいのになと思ってるわけではありません。あれはあれで当時はね迷惑だと感じてた部分もありますしね、いろいろと時間が過ぎればなんかあったなそういうのみたいな感じでね、振り返るもんですよね。さあそれではですね、競馬の話も松潤さんしてくださいましたけども、今度はねまたカンフーの話もしましょうかね。それでは自販機、このね面白い雑誌これから読みますんで、ちょっとすいません失礼します。